はい、こんにちは。偉人の試練、戦士を入れて赤単色。はい、行きまーす。相手はまず前に、タルグラック、マナ超速、それとクフが前にいるの珍しいですね。後ろに回復役のビビカと、レプスと、赤に強い緑英雄のイクトゥールソがいる。こちら戦士はバークリーです。はい、行きまーす。どうだ。赤は来てくれた。まずは、赤竜作りましょうか。赤来てくれた。もう一個赤竜を作るか。でもそれよりここ行こうか。エミリを使ってクフに対して方変ワーフを使い、バークリーにマナ貯めたい。ここ行きましょうか。さらに赤降ってきてくれた。ハートの女王を使い、クフいけた。タルグラック倒したい。バークリー使い、タルグラックいけた。ではあわよ、もう2でガーネット使っておいて、レプス倒せそう。ここ行きましょうか。炎ダメージの残っている相手に、残り2ターン、エミリーを使って、では、ビビカをなんとか、左の空打ちで盤面を進めて、さらに空打ちでマナ貯めて、それでは、ビビカに対して方変ワープを使い、はい、もう、今回は良すぎて、では、できるだけ空打ちで、盤面を進めて、赤を近づけていきます。はい、イクトゥールソを、ハートの女王のミニオンが引き受けてくれて、では、エミリを使って、サンデガーネットを使って、ハートの女王を使って、これで勝ちですかね。倒しきれんかった。イクトゥールソめっちゃ育ってましたもんね。はい、ありがとうございました。ドン。はい、これで偉人の試練が、戦士と、生属性クリアで、赤単色はまだですね。はい、ありがとうございました。